ですよね、これ。シャスさん、赤です。今回次、はス始めカるんイだ。やチべえ、レッドドットサイマジでトやべえ、これ行きたいと思いまは。おお、やべえやべえやべえ。これ動画撮ったらすごくないっすか。さあ、相手はね、SPM600 のプルパーティーかな。やべえ、やだなぁ。ボコボコだなぁ、こりゃ。え、待って、これはすごい。そう、ノコモ。これすごいことだな。初めてやったな、なんかしかも味方ですよ。やばい、これはマジでやばい。マジでやばくないですよ。やばいのは今の状況ですよ。敵強いな。敵めっちゃ強いですよ。ガチな、ガチな。これはガチな。マジで嬉しい。ガチっぽいぞ、これは。あぶね。そうなん。あれもやばいな、ちょっと。わあ、マジか。これはね。戦力差がありあるような気がする。ああ、びっくりした。おお、マジか。ははあ、まあこうなることは分かってましたけど。EMP か。オビタル EMP か。まあ、強い人たちの戦いっていうのをね、見ましょうか。どんな感じで戦ってくるのか。よし。おおお、飛ぶよ。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 おお、やぶねえ。容赦なく使ってきますね。彼らもやっぱり手抜きが全くないですね。もう多分これ動画アップされんやろう、ね、フルボッコで、まあ、これはされない。やばい、大丈夫、取れます、取れます。でもあんまり取ったやつもね、すぐ捨てちゃうとダメだから、取ったやつも維持しないとね。相手に取られちゃうね。やっぱ結局相手に200ポイント上げてるだけですから、そこら辺もね、どうにかしないとなーなんて。よし、これ多分本物だべ。ナイス。わあ、当てるね。あー、くそ。ああ、空爆か。じゃあ、ロックかな。うー、ライトニングストライクがもうなんかずっと連呼してるよ。おお、きつい。すっげえリスキルされるな、これ。どうしよう。やば。ついてきた。ああ、やられた。面白いです。おー、危ない。強すぎないか、敵。敵ね、SPM600 がね、2、3人いましたよ。まあ、そういうパーティーはこんな感じですよ、戦えば。有名な行動かたやつだ。よし、3キルがちょっと限界かな。さあ、相手のね、ダルって言わせるプレーをしましょうか。あんまりね、相手に楽なプレーをさせたくもないですからね、僕たちも。さあ、あそこにいたんだかな。自分も C 捨て気味の戦いしてるのかな。これまずいかな。なんだかの動画面白いし。よし。面白いね、ほんと。たぶんね。やば。この。このね、ハーフラウンドの入れ替わりタイム面白いことになりますよ。よし。OK。だから後ろキャップ来るよね。裏から来ると思う。OK。
った。おお、マジで。ああ、また後ろか。水木なんかジグじゃん、こいつ。こいつ、クソ箱じゃん。やばくやん。クソ箱だろ、マジ。これが強いパーティーですよ、皆さん。これがね、あまり僕はね、強いパーティーと戦ってね、面白いなって思うこともね、あるんですけどね、こういうパーティーがいると悲しいですね、本当に。やっててね、ちょっとなんでやってるんだろうなって思えてきますよね。そこが悲しいですよね。やっぱ実力を持ったものはね、やっぱりね、ちょっとそういうなんか、まあマナーというかモラルというか、そこら辺がちょっとね、欠けてる人がいるんですよね。ちょっとなんか、自分は強いぞみたいな、そんな感じでパーティー組んでね、そういう人がいるんでね、あまりパーティーさんとやりたくないんですよね、正直言って。まあ野良やってるとね、やっぱり辛いことも多々あるんですけど、何を言われても辛いのっていうのはやっぱり暴言ですよね。こういうね、人たちに暴言を言われてやるっていうのはね、なかなかモチベーションが下がります。そこら辺はね、やっぱりまあ野良としては辛いところなんですけど、野良はまだね、ボコされる方がマシですね、こういうのは。ね、彼らは一応ね、LMG のサプレッサーを使いながらも、私のサプレッサーにはちょっと許しが得ないと、そういう風なね、ちょっと自己勝手なところがある人たちが結構いるんですよね、パーティーさんも。そこら辺がね、パーティーさんの戦いで僕がね、あんまりなんかパーティーと戦いたくないなって思うところなんですよね。マナーがいいパーティーさんもね、結構いらっしゃいます。その中のね、一部がね、やっぱこうだとね、ちょっとイメージがね、悪いですよね。ほい、オッケー。この1キルになぜかね、彼らはイラつくんでしょうね。多分これがゴーストアップだったらもっとイラついてるんじゃないですかね、彼ら。これだけ早口、これだけね、ラスガンキルの合間のあのちょっとしたね、 VC の間にあんだけ早口でね語るっていうのは、なかなか彼らもねすごいですよね、早口が。早口の愚痴と。よし、あ、やばい、ナイス。オッケー、ゴーサブじゃないんだよな、残念でした。サプレッサーだけですよ、私が使ってるのは。まあゴーサブ、ゴーサブでも起こりますし、サプレッサーもゴーサブになるんです。ほら、これです。一人だけやべえ。これが強いパーティーさんたちですよ。これがね、SPM500、600のね、パーティーだと思うと、私は少し悲しいですね。やっぱ強い人はね、それなりの態度を持って、まあやってほしいっていうか、普通に一般プレイヤーでもね、なかなかこんなこと言わないんですけど、そうですね、こんな感じですよ。上からバーッと見てもらえると、500、600台のパーティーだということが分かってもらえると思います。まあというわけでね、今回はこのようなことを言われながらも、私はパーティーと、まあそこまでは避けませんけどね、やっぱこういうパーティーとはやっぱり再戦することは、私は気分がね良くならないのでやめたいかなと思います。それでは次回もかかってこーい。